いいですか。はい。石山さんとの討論会の時、はい、まあ、かなり後半なんですけども、芥田さんと三島さんの、まあ、僕が読んだ印象だと芥田さんが結構三島さんやり込めてるところで、途中で芥田さん途中でお帰りになるじゃないですか。あれなんで途中でお帰りになっちゃったんですか。あれね。あの時ね、他殺しないな、この人は。ただ自殺するなっていう直感でね。それ僕が子供抱いてたから何のことわかるんだけど、その時ちょっとこう、恥ずかしいけど、ふっとこう、なんだろう、涙のようなものがふっと僕の背中をこう読み入ってた感じがしたっていうのをいこうかな。だから僕ら自身、特攻隊の人にはこう夢を感じてたっていうか、彼らに負けないような生き方をしないと、同じこう20代前半でね、善悪は別にして、あの学徒出陣なんかの人たち、ああいう青年たちに対してやっぱり、なんていうのかな、まあ僕個人は弱いがあったし、そうなりたいというのとは別ですよ。ただその同じ青年としてね、同じ年齢ので、要するに確信したんですよ。あ、この人はあのどうしても自分の幻想の中で自分を血だらけにするんだろうな、ああいう映画もあるしって思ってて、でちょうどあの頃ね、東京体育館借りてフロアにこう1000人ぐらい入れて、片方にフェデリコ・フェリーニの「ハッカ2分の1」を移し、片方に三島の幽谷を移しながらロックバンドがあったり暴走族の中を走り回ったりする、ちょっと本か台本書いてた時で、でね、こう幽谷を移してあげようと思ってたんですけどね、まあ左翼として2点幽谷を考えてて、まあ、ここで普通の左翼とちょっと違ってくるんだけれども、でその要するに他殺の構造を持ってるんだったらば話は全然違うんですよ。だから例えば学生たちだって無知や傲慢さを、変な革命論やマルクスがこう言ったって形でバカなジャンプをしてたりして、ちょっと下品なところもたくさんあるわけですし、それに対負けない下品さで三島が本当に他殺という集団をやるのか、もしそうだったらこっちも違う考えがあるぞと思ってたけれども、どうもそうじゃなくて、どうしても幻想の中で、死んで、要するに自分の書いた言葉を自分の肉体でこう裏打ちしなきゃなんないことの方に彼自身、重きがあったことが分かったってこと、確信取れた、そうだろうと思ってたんだけれども、っていうのは例えばドルが勝って強かったのはいつでも金と変えられたわけですよ、打艦試合だったから。だからで、それと同じように言葉が、言語が肉体で裏打ちされるか、血や肉でね、魂で。やっぱり三島の論理がいけば、そういうふうにしなきゃいけないだろうと思ってたから、でそれをやんないで他殺だけにするっていうんだら話は全く別だなんで、と思って、どっちかなっていう、これ確認問いたいから、まあ、僕の場合、まあしょうがない、行くかっていうことで、でどうしてもやっぱりその、そういう幻想の中心の真空へ自ら入ってって、自分の文章自体をやっぱりあの血や肉体で、あれしたいのかっていう、そこで初めて自分のエロスが解放されて外部へ伝わっていくって考えてるのかと思って、ちょっと悲しい話ですよそれはね、まあでもここまで来たんだからやっぱり追い込まなきゃなと思ったけど、ただこれあそこであれ以上いて、
全共闘のナルシスティックな跳ね上がりをの一員にな、まあこれちょっと言い方が悪いけれども、あそこはね、さっと僕がいなくなった方がいいと思った、うん、で、黙って子供にミルクでも飲ましてべきであるっていうところになんかなったな。リボン惑星涙の木っていう感じでポエジーなんだな、論理じゃなくて、うん、あれはだから僕個人の言葉で問いただし、僕の耳で聞き、僕の身体で感じ取ったわけで、あれは僕の体に今でもありますけどね、三島のプレゼントだと思ってるし、彼ははっきり正直に嘘つかずに語ってくるってことではね、非常に態度が紳士だったし、紳士ってのはあのジェントルマンじゃなくてね、しかもその後のね、三島さんの、まあ、ちょうど1年半後ぐらいですかね、そうですね、なんかアンジメイターやり取りですよね、後半はね、すごく、まあ、お互いにその、まあまあ、僕らは死の苦悩、生の苦悩で、その苦悩の構造をどういうふうに、うん、明らかにしたらいいんだ、ある意味であのドストエフスキー的な考え方を持ってて、三島の場合、死の原理、生の原理、原理にやっちゃってるんですよ。だからある意味で原理主義なんだな。そしたらどっちかに行かなきゃならないから、無理やりね、これはもう無理やりなんですよ。三島さんの、1970年11月25日、はいはい、あの出来事というのはどちらで？このね、ビルの屋上で発声練習をしててっていうのは、もうあの演劇をそのまま青空の下で、できるだけ都会の真ん中で、車も人混みも雑踏の中で突然こうオペラを始めるような形でやりたいと思って、で妻にこう、マリア・カラスのモルマかなんか歌えるように、もともとあのお父さんたちがそっちの方にいて、成田英知子さんだっけな、藤原歌劇団のプリマドンなんか遊びに来るうちで育てたんで結構歌えたんで、で、あの人で泣く私よっていうあの例の有名なアリアあれを妻は歌ってて、でまあ5、6人若いのがいて、でいろんなあの僕の書いたセリフや各自が持ってきたセリフとか大声出して練習してて、たまたまちょっとコーヒー入れるんで下へここへ降りてきたらテレビつけっぱなしになってた、テレビで三島由紀夫があの、まあ、ちょうどこの方向まっすぐに何百メートルか行くと一概のトラスなんですけども、あっと思って、あついにやっちゃったなっていう感じがまあ最初だったんですかね。でその前にね、あの新宿プレイマップっていうなんか短冊誌があって、田辺茂一さん、紀伊国屋の社長が作ってた、そこでね、僕はちょっとまああの喜劇的にあの必ず大出血見せ物興行三島をやるから、その時はみんなあの見逃すんじゃないぞみたいな文章をちょうど書いたばっかりで、あそのちょうどね1ヶ月後ぐらいだったのかな、3ヶ月、その何ヶ月か前にそれ書いてて、三島がねものすごく怒ってる、芥田のバカ野郎、このあのクソったりが、あのガキがあって、三島さんが酒飲んで怒ってますけど、芥田さんってここまでね言いに来てくれた人がいて、それはしょうがないだろう、そうなんだからって言ってたら本当にそうなったんで、まあこれは宿命だな、うん、そうだ、ただ花道を作り申したぐらいは彼に僕らもプレゼントできたかもしれないし。